改めて深くお詫びを申し上げます。本当に申し訳ありません。神戸製鋼所は子会社の工場で製造された一部製品が法律で定められた基準を満たしていないとして JIS 日本工業規格の承認を取り消されたと発表しました。対象の製品は神戸製鋼子会社の旗の工場で生産された同製品で JIS 基準を満たしていないにもかかわらず JIS マークを表示して出荷していました。